上野国駅は北海道日山郡上野国町大止めにあった北海道旅客鉄道江差支線の駅である。かつては急行江差シの停車駅だった。電報略号はかに、上野国町の中心駅であった。国鉄末期までは駅員が配置されていたものの、その後間委託駅となり、廃止時には江差支駅が管理する無人駅であった。 1988年2月1日の JR 小前線の廃止後、北海道最西,西端の駅となっていたが、当駅廃止に伴いその座を足の素駅に譲った。1976年の上野国駅と周囲約500メートル範囲、上が江差市方面。島上だが、駅裏片側仕様の端式ホーム一面一線で、駅舎とホーム間に、 駅舎横の江差し側に設けられた貨物ホームを利用する貨物積み下ろし線が敷かれており、無害者が一行留置されている。また駅裏にはもう一線貨物線が敷かれ、これも江差し方に高床の貨物ホームを有していて、写真では三両の無害者が留置されている。このホームには無害者専用積み込み用のスロープも設けられていた。駅舎から島上の端式ホームまでは、 校内踏切があったが、この高床ホームへは、乗降客のための校内踏切などの連絡設備は、一切設けられていない。この駅裏の貨物ホームを外れた先に、DC が一両留置されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成廃止時点では、片面ホーム一面一線を持つ地上駅で、 列車の交換はできなかった。駅舎は商工会を併設した日本家屋風の2階建てであった。駅裏側には石崎の工業所から運搬されたガン鉱石積み込み用貨物ホームが残されていた。商工会が併設されていたためしばらく旧駅舎は残存していたが大止地区に建設を予定している複合施設建設に伴い、 商工会は2021年4月14日に事務所を移転し、旧駅舎は解体されることになった。複合施設は2022年4月頃に完成する予定。ありがとうございます。